な風に栽培するんだ。皆さんこんにちは、チャピコです。今日は安市の中瀬地区というところにあります吉川というところにお邪魔しています。今日はなかなかちょっとレアな木の芽の栽培をお見せいただけるということで、失礼します。あったかいヒーターとかが入ってるんですか？この中に山椒の木があるんですか？おお、すごい、こんな風に栽培するんだ。地面につかないようにここ横に支柱がはわしてあるんですね。一番最初に種をまくところって斜めではないんですよね。最初これはわざと斜めにしてる。葉っぱは絶対上、重力の関係で上向いて、植物は全部上向いて。そうです。でこれ収穫するために斜めにしてる。上にすると収穫しにくい。なるほど、収穫しやすさのために寝かされてるんです。畑はこれが大なっとんだよ。最初に植物やから全部上向いてる。それで次は今畑に行ってます。今度2月に一斉に引いてしまう。あ、そうなんですね。でそこから1個抜いたやつはどこに？冷蔵庫に。で1年ぐらい休ませる。いやこれを必要に応じて、あ、出してきて、ステイハウスに植えると春やと思って芽が出てくる。冷たい状態からこの暖かいハウスに移動すると、あ、春だって思って葉っぱが出てくるんです。なるほど、なるほど、そういうこと。土を触らせていただいてよろしいですか？汚れる。全然それは普通の土です。普通の土で、はい、土は入れ替えるのではほとんどない。あ、そうなんですね。肥料もなし。肥料もなし。本当に最初の木の力だけで、ほぼ見ない。堆肥とかも一切ない。逆に入れるとちょっとおかしな、はい、どっちかというと放置しかない。ジュッティーでポロって取れるのはいい土なんですけど、刺したら根っこが生えてくる感じなんですかね。生えるまでにもう木引くから水分だけ吸ってこれ芽出てるみたいな。この木の力だけで出てる。で根が追いついてくると野生になってしまう。あ、野生になると商品になる。硬くなる。硬くて色も悪くなるし、匂いとかも変わっちゃう。匂いはあんま硬くなるから、食べた時に歯触りとかが悪くなって品質がその売り物にならなくなっちゃうってことなんですね。種はどこから取っ、いろいろやけど、平原地とか木が植わってるとこに種がなる木を残してもらっといて、で青い実で出荷しやった残りをもらったり。同じ品種っていうことですね。要するに木の芽とそのミサンショウっていう、ミサンショウとか普通のミサンショウとか、あ、そうそうそう、あれがこれ、そうそうそう、これです。同じ、同じだったんですね。特に専用というわけではない。育て方が違うだけ。これは峠のある木ばかし選んで植えてるけども。え、峠なしもあるんですか？峠なしを踏んで普通青い実で売ってやるのは峠なしやと思う。取りやすいから、実が取りやすい。あ、そういうこと。うん、葉っぱ一緒やけども、朝倉よりも実を、峠のある木の方が葉の形がいい。理由で、わざと峠のある木を植えてる。葉の形がいい。うん、発芽しやすい種が。あ、そうなんですね。いや、もう一概に言えないけど、ね、そう思い込んでるから。経験から。行くときにトゲ取れてる場合もあるし、うん、あらら。手に刺さってよ。手で摘むんですか？挟むセット。ピンセット。ちょっと変わったやつ。2,500〜3,000円。なん？愛知県まで買いに来るんです。愛知県。本場の。あ、つかなものじゃなくて。つる首ってやつ。つる首。こうつるみたいなやつ。あ、ここが。適当に。確かに。つる首。こうやって見るとつるみたいってことですよね。これなんだろう。これ山椒専用のピンセットなんですか？じゃないです。ではない。盆栽用の。盆栽用じゃない。盆栽で使う部分なのかもしれないです。もうちょっと綺麗。これはだいぶ使い込んで。これはもうちょっと使い込んで。違うもうあの虫とか使う。
山椒の香りが立ってる感じが。これが木の芽、これが詰まってる製品です。おー、ドアゴにこれだけ何枚ぐらい。100枚です。100枚、はいはい、お箸で、お箸で1枚ずつ。こわ、これ大体ね、もうあのずっとやってるとね、あの何枚かそこそこ分かるんですが。ああ本当だ、はい、何枚も。木の芽として販売という形よりはどちらかというと、そのレストランとか、それを料理屋さんとかに、そういう料理屋さん相手にしてある仲買さんがな、はい、あのほとんど持って帰られる。一般個人にはもうほとんど出回ってないと思う。そうですね、あんまり見かけないです、うん、お正月とそれこそ春先とか、うん、うない時期とはね、うない日。あ、そうですね、牛の日、牛の日。木の芽って料理するときにこうやってパンってするじゃないですか。あれって何のためにするんですか。あれはね、香りを強くするためにね、木の芽の香りを、あのおつゆとかそんなに入れる場合は、はい、香りがね立つんですね、香りが。そうなんですわ。でも嫌な香りじゃないですしね、これはすごい爽やかで、うん、なんか大人の効果、大人の味っていうか、そうですね、っていうかこんな感じなんですわ。わあ、綺麗。これで大体100枚。はい、100枚なんです。実を紙を貼って、もう一枚、ジュースと木の芽と。これぐらい違う。全然夏場はね、開けてる。